1942年昭和17年日本軍はジャワ島に侵攻。これに対し、アメリカ、イギリス、オランダ、オーストラリアは、4カ国連合軍で日本軍のジャワ島攻略を阻止するために出撃。ここに、日本軍 VS4 カ国連合軍の戦いが始まった。ということで、皆さん合唱していますか？解説の白霊霊夢です。どうも皆さんこんにちは、聞き手役の霧雨マリサです。さて今回紹介するのは、スラバヤ沖海戦だよでは、早速本題に入っていこうと思います。いや、待て、いくらなんでも唐突すぎではないか？しょうがないだろ、ネタがないんだ。ということで、昭和17年2月15日山下邦文陸軍中将機下の第25軍は、難攻不落を誇ったシンガポール要塞を陥落させました。このシンガポールの戦いは、また後に解説するつもりなので、皆さんチャンネル登録しておいてください。そして、シンガポールを落とした日本軍の次の目的は、ジャワ島でした。2月17日陸軍48師団は、フィリピンのリンガエン湾を出発、さらに、別動隊である38師団も出撃しました。この48師団と38師団を東西両方面に上陸させ、オランダ軍を挟み撃ちにする作戦です。なるほど、それで日本軍の動きに対する、連合軍の動きは？それがね、連合軍は日本軍の強大な侵攻の前に、恐怖状態に陥っていたよ。さらに、ジャワの連合軍の艦隊には、燃料が十分にありませんでした。なぜだ？ジャワ島にはたくさんの石油が出るのではないのか？それはそうなんだけれども、現地の作業員の大半が日本軍の空襲に怯えて逃げていってしまったために、石油の調達が困難になってしまいました。あらら、残念。そんなこともあって、米航空隊指揮官である、レプレリートン少将や米陸軍のブレット中将もジャワから逃げてしまいました。連合軍なのに。しかし、そんな中、日本軍輸送船団を撃滅しようと立ち上がった男がいました。誰だ？それが、オランダのドールマン少将です。ドールマン少将は次のように訓令しました。ジャワ全軍の乗員の戦況の重大なることを告げる。ジャワ諸君に対して、敵軍のジャワ上陸を阻止するために、あらゆる努力を貫注することを要請する。最後の瞬間までその任務を遂行することを固く信ずるものである。おお、いいこと言うね。その後、ドールマン少将は、巡洋艦3隻、駆逐艦7隻を率いて出撃しました。勇敢だね。しかし、彼の出撃が早すぎたのと、水上偵察機をすべて港に置いていたために日本軍を発見できませんでした。なんだ空振りか。その後、ドールマン艦隊は日本軍偵察機に発見されてしまいました。最初に発見したのは日本軍か、それで日本軍の動きは？船団を率いる高木少将は敵の目標が船団への攻撃ならば夕刻までに捕捉し、撃滅する。航空攻撃からの死体なら予定通り上陸させるというものでした。ちなみに、この二段構えの方策は有事の時に早く判断できるので、参考になると思うぜ。一方ドールマン艦隊は港に帰る途中に日本軍を発見したという報告を受け、反転して日本軍を攻撃しに行きました。そして、ドールマン艦隊は日本艦隊を発見しました。対して、第二水雷戦隊もドールマン艦隊を発見、魚雷戦用意を完成させ、輸送船を退避させました。日本軍の迎撃準備もバッチリだ。そして、軽巡洋艦陣痛が攻撃を開始その2分後、敵駆逐艦も応戦してきました。ついに始まった。日本軍は、T 字戦法を取ろうとしましたが、ドールマン少将は左に旋回し、日本軍と並行するような進路を取りました。その後、米巡洋艦エグゼター、米巡洋艦ヒューストンが攻撃を開始しました。これにより第二水雷戦隊は、煙幕を展開し、一時退避しました。何、日本軍は負けてしまったのか？しかし、そんな時に北方から第4水雷戦隊が敵に27本の魚雷を発射しました。ついで、陣痛も魚雷4本を発射しました。日本軍の反撃。まあ魚雷の大半は、走行中に自爆してしまうんだけれどね。し
かも、この爆発に驚いた第5戦隊は肉薄攻撃をやめてしまうという。え？その後、ナチとハグロは砲撃を開始しました。そして、砲弾が A 巡洋艦エグゼターに命中し、速力が半減してしまいました。20センチ砲の威力やばすぎ。そして、ハグロが放った魚雷が駆逐艦コルテノールに命中。コルテノールは沈没しました。これを見ていた高木司令官は全軍突撃を加令。これにより、日本軍は魚雷を撃ちまくりましたが、また当たりませんでした。もっと頑張って。頑張っていた人もいるよ。第9駆逐隊の佐藤司令官は、魚雷を撃った後も追撃し、駆逐艦エレクトラを撃沈したよ。そして、日が沈んだので、日本軍は追撃をやめました。ふう、今回もつまらなかった。次回は正論と沖海戦チャンネル登録お願いします。しかし、また出た。しかし、霊夢の名言だな。うるせえ、うぷ主の国語力がないせいだ。とにかく BGM 戻せ。とにかく、日本軍は連合軍を発見、戦闘が始まりますが、見逃してしまいました。一方、ドールマン少将は日本艦隊を避けて、船団に接近しようとしました。そして、米駆逐艦を分離し、静止しましたが、オランダ軍の機雷に駆逐艦ジュピターが命中してしまい、ジュピターは沈没。さらに、日本軍重巡洋艦が目の前に現れます。なんという不運。そして、ナチ、ハグロから発射された魚雷により、機関で、ロイヤルジャバが沈没してしまいました。機関ということは、まさか、ドールマン少将は戦死してしまいました。ドールマン少将、洋艦の乗員のうち、助かったのは合計19名でした。そいて、巡洋艦ヒューストンパースはドールマン少将からの、我に構わず撤退せよ。という命に従い撤退しました。なんかかっこいい最後だな。その後、正論島に期待していた巡洋艦エグゼター、駆逐艦ポープエンカウンターを撃沈し、残った米駆逐艦もオーストラリアに撤退し、スラバヤ沖海戦が終わりました。ここからは、考察になりますが、以上の注意事項があります。では、考察を始めたいと思います。結論から言うと、日本軍の戦略的、戦術的大勝利なのですが、日本軍が消極的だったというのがうぷ主の考えです。ほう、理由を聞いてみたいな。まず、日本軍の戦略的目標は、ジャワ島を占領すること。間違いないと思うぜ。結果的に日本軍は、ジャワ島を占領することに成功し、上記の結果を見れば、戦術的勝利だよね。この損害で、石油が取れるジャワ島を占領したのは意味があると思うぜ。でも、日本軍は消極的でした。そのために、戦いが46時間と長引いてしまいました。確かに、魚雷188本中4本しか当たらなかったから消極的だったかもしれない。でも、味方の損害を少なくするのはいいことなのでは？マリサは輸送船団のことを考えたことある？夏何いい？船の中の兵士たちは敵の早期全滅を願っていたはずです。なぜなら脅威と長くいればいるほど兵士たちの精神力が下がっていくからです。これがクラウゼビッツでいう、抵抗なのです。抵抗は学校で習ったぜ。確かオウムだよな。それとは、違う精神力などが衰退していくことだ。でも、勝てたし、ええやん。しかし、この日本軍の消極的さや、輸送船の軽視が日本の敗因となるのだ。わははははははは、ふう。どうなってしまうんだ。日本はこれはチャンネル登録して動画見まくるしかないぜ。そして、この考察に賛成の人は、高評価意義がある人は、コメントで。では、ご視聴ありがとうございました。